ニラサキ市は山梨県北部に位置する市、国中地方に含まれる。市名は近世のニラサキ塾に由来し、ニラサキの地名は長く伸びる七里岩がニラの葉のように見え、その先端に宿場町が位置しているから、あるいはニラの群生地であったことに由来するなどの説がある。長野県の一部を除く県外などでは、 宮崎などと同じように2文字目にアクセントをつけた、ニラサキと発音されることが多いが、県内や長野県咲地域では、高崎などと同様の平坦な、ニラサキと発音される。七チリは第一先端部付近の空中写真ニラサキの地名の由来となった、ニラの葉に似た形状であることがわかる。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成県北西部に位置し、甲府盆地北西端に属する。やや横長の地域で、東西は南アルプス国立公園や県立南アルプス駒自然公園に属する産地や、丘陵地となっている。西部は赤石山系に属する駒山地で最西部の方を散々、などがあり、東部はかやけたけ丘陵に属する。 地域中央には、釜梨川、塩川の両河川が南流し、かつての氾濫源であった平坦地に沿って、市街地となっている。市西部の、製鉄町は、特殊な合成地名の例として、地理、地名関連の書籍で取り上げられることがあると、青木で、清折折と樋口で、明と、合併した各村の漢字の一部分を合成して、作られた。 地形河川地域では、縄文時代早期からの遺跡が分布している。縄文中期には、遺跡数が増加し、特に、七里岩や保坂丘陵には、遺跡が濃密に分布し、山梨県における考古学史上においても重要な、境遺跡などが存在する。弥生時代には、藤井平を中心に遺跡が分布し、藤井平子前の宮の全遺跡は、 やよい前期の水田遺構が検出されたことで知られる。古墳時代には、堺南遺跡において、古墳前期の方形周行母群が見られ、古墳後期には、中小の塩墳が分布する。古代の律令制下には、駒組を古豪に属し、干木である、保坂牧が存在していた。平安時代後期には、宝総合人領余り層が成立した。平安後期には、 日立国から配慮された、源の乗り木を清光親子が入府し、その子孫は、海源寺となる。乗り木を清光親子は当初は、甲府盆地南部の市川村に寄ったが、駒郡北部に勢力を伸ばし、地域にも影響力を及ぼしたという。地域の神山町武田は、中世の、 武田号に否定され、清光の子、審議は当地に居住して、武田氏を称したという。四季には、審議が誕生したと伝わる武田八幡宮や宇治寺の、岩城寺、溶岩の白山城など、審議に関わる伝承を伝える寺社や城郭などが分布している。一方で、武田製の名乗りについては、源の乗り清が、 日立国武多郷に居住して、武田家寿を称したことを始まりとする説もある。武田氏をはじめ会、現時の一族は自称4年に、源の頼朝の挙兵に応じて、各地で活躍するが頼朝による粛清を受け、真偽の子一条忠頼も暴殺される。鎌倉時代には、忠頼の弟、信仰が総領となり、鎌倉時代には、海主御職は、 二階堂市へ移るもの,の、の鎌倉期を通じて、海、源氏の名手として、海の国内へ勢力を広げた。室町時代から、戦国時代には、海の国では、泉市、穴山市、後部氏ら有力国人が台頭し、守護、武田氏の内向や駿河国の今川氏相模国の御北上氏 信濃国の諏訪市、小笠原氏ら大外勢力の動向と関係して、乱国状態となった。影響5年には、武田信長、伊豆千代丸が非一騎ともに、日の出砦を拠点に開手後代、後部氏の与党である、林邦一騎と退治し、4月29日には、荒川河原における戦いで、信長、伊豆千代丸方は敗北した。武田氏は、 信ぶとの頃に海統一を進めるが、協力4年には、地域で、武田信虎と大石、今井白の開国人勢力に、信濃国諏訪領主の諏訪氏が加担した、川原変化戦が起こる。同合戦では信虎が国人連合軍を撃破し、武田氏により国内統一が進む。武田春信の頃には、河津壇の中に地域を発祥とする氏族がおり、あまり虎安は、 普代画廊として活躍し、公洋軍艦によれば、武田家における最高職位の領職を務めたという。虎隊は、永六十年の上田原の戦いにおいて戦死し、天利氏の一族では、虎隊の子、正忠、信康の活動が見られる。朝日町上城北割の大臨時は、天利氏の館跡と,と伝わる。また、 地域を発祥とする青木氏は、海の北西部の地域武士団、向川州の一員として活躍し、狛江号を発祥とする狛江氏からは、狛江高次郎祭が、震源側近として活躍した。他、水上京に館を構えた、水上、総富は、品の新次城の留守居役を務めた。天正9年、武田家当主の武田勝頼は、織田。 徳川勢の進行に備えて、中田町、上城、藤井町古前に新府城を新たに築城し、甲府からの不注意点を試みた。勝頼は、天正10年3月の織田、徳川勢の改進行により、新府城を放棄して、軍内へ向かい、その途中で滅亡した。同年6月の本能寺の変により、武田領をめぐる天正神後の乱が発生し、地域は、 三河国の徳川家康と相模国の北条、氏直との合戦の舞台となる。天正神語の乱において両軍は、八ヶ岳南緑、七里岩大城に布陣して退治し、北条氏直が、北都市須多摩町若見湖の若見湖城に布陣して、北都市域の城塞に布陣したのに対し、徳川家康は、 甲府から新府城に本陣を移転し、農民城、白山城をはじめとする地域の城塞にも婦陣した。同年10月29日には、徳川、北条同盟が成立すると御北条氏は撤兵し、会は家康が領する。青木氏や米倉氏、小清水氏や日戸野氏、山寺氏ら地域を発祥とする氏族も多くは家康に、従い、 天正18年の家康の関東違法に、伴い外を離れている。辰岡将棋が白金近世には38家村が、成立し、旧筋に両では、釜梨川伊勢の20家村が、駒群向川筋に、釜梨伊藤、塩川伊勢の10家村と、塩川伊藤の2家村を加えた12家村が、道群泉筋、東部の6家村が、道群北山筋に属する。 前村が、近世初期には、幕府直轄領で、徳川義直領、徳川忠長領と変遷し、旗本領も存在した。甲府藩領を経て、享法九年に、下位一国が幕領化されると、前村が再び幕領となる。享法九年以降在方は三分大官支配となるが、地域の村々は、甲府大官支配に属し、一部は、川田、上井田。 一川の拡大寛支配に属した時期があったと考えられている。また、御三郷田やす寮も存在し、にらさき塾のある、河原部村には、陣屋も存在した。地域東西は、山麓、大地でとぼし水地帯であるため、生業は畑作が、中心であったが、近世には、地域東部の茅やが、竹山麓で穂坂関、縦なし関が、 地域西部の山麓地域では、徳島関など用水路の改作が実施され、新田開発も行われた。米麦栽培のほか、木綿やタバコの栽培も行われる。また、戦国時代末期から近世諸島にかけて、治水事業が行われ、五直市川地水では、龍岡町下城南割に、将棋頭が設置された。将棋頭は、 ニラ市、大草町下城西割、大草町下城中割にも、大草将棋頭が所在していたが、戦後に五直四工業地帯開発のため消失した。ニラは、甲斐、島の駿河を結ぶ、諸街道が交差する要衝であり、近世諸島には、甲州街道や駿州王館、塩川沿いの久王館など諸街道が整備され、河原部村には、 宿場町であるニラ塾が成立した。釜梨川沿いの河辺村長山には、店舗14年に公認された河辺菓子が設置され、海の北西部や品の方面からの海米輸送も行われた。なお、河辺菓子の海米輸送には、釜梨川下流のカジ沢菓子、青柳菓子から反発を受けた。1874年から1875年にかけて、 町村合併が続き、庭崎市域には、河原部村、祖母、石村、さらしな村、狛井村、下城村、中田村、穴山村、円野村、清市秋村、上山村、朝日村、大草村、辰岡村、保坂村、山の倉村の十五家村の十五村が成立する。1878年には、軍区町村編成法が施行され、 全村が北駒郡に属し、河原部村には同郡の軍役所が設置された。1889年には組合村が結成され、河原部村とさらしな村、祖母関村や上山村と清明村、下城村と駒井村がそれぞれ組合村を結成した。1892年には河原部村が調整を施行して、韮崎町となり、 1937年には、祖母石村と、さらしな村が、稲崎町に編成される。1940年には、駒井村と下城村が合併して、藤井村となり、昭和29年には、稲崎町と、藤井村を中心二重家村が合併して、稲崎市となる。1958年には、北小間郡、双葉町との間で、境界変更が行われる。 近代にもニラ市河原部のニラ塾が交通、流通の拠点となり、証券は山梨県北西部一帯から長野県の佐久、諏訪、稲に及んだという。1879年の河原部村職長によれば、地域では米問屋が多く、他塩や馬宿、荷物、注射科などが多く、米と馬を中心に発展した。 明治20年代の山梨日日新聞市場では、ニラサキ市の金星国店の穀物相場が掲載されていた。1903年には中央線がニラサキまで開通し、1904年には富士見まで延長され、ニラサキは通過地となった。これによりニラサキは交通、流通の要所地としての機能を低下させ、人口も停滞する。大正時代には、 自動車、路線バスの発達により、七里岩の急勾配の坂上に位置する鉄道駅の利用が避けられたため、再び交通の要所地となる。1923年には山梨県立にらさ中学校が開校し、さらに1932年には山梨県の地方事務所も開設され、北駒地域の行政や文京の中心地となった。 太平洋戦争末期には七里岩大以下の一つ谷、祖母石両区に水道が掘られ、地下工場を建設する計画が実施されたが、工事中に終戦を迎えた。戦後には五直市川工業団地の造成も行われる。1982年には、中央自動車道、ニラインターチェンジが開設する。またニラは、全国高等学校サッカー選手権大会の、 常連で5回の準優勝を誇る山梨県立にらさき高等学校や選手権大会の出場経験がある山梨県立にらさき工業高等学校を要するサッカーの町でもあり市内にはサッカー場がいくつも存在する同時に日本プロサッカーリーグバンフォーレ甲府の設立当初からの主要ホームタウン及び大株主でもあり市内には チームのクラブハウスも存在する。北駒合同庁舎、秋山光一夫の周一横内広明内藤、久尾稲崎消防署、山梨県立北病院稲崎郵便局稲崎、中央公園陸上競技場管轄は、隣の海野市にある、山梨県警察会の警察署である。 海外ライフガーデンニラサ商業中継局、ニラサ駅ニラサ市民バスニラサインターチェンジ道の駅ニラサ中心となる駅、ニラサ駅路線バス高速バス高速道路国道、県道新府場、本丸アトウンガ観音ニラサ私立民族資料館ンフォーレ交付のクラブハウス。ありがとうございます。